愛と励ましの言葉366日、渡辺和子。これは昨日のです。昨日のと今日のを間違えて昨日読んでしまいました。ごめんなさい。4月23日、神の愛というものは人間を不幸、災難、苦しみから遠ざけることにあるのではなく、それらの試練に耐える力を与えてくださることにあります。神の愛というものは人間を不幸、災難、苦しみから遠ざけることにあるのではなく、それらの試練に耐える力を与えてくださることにあります。